そうやって見ると、じゃあ、もう致死率がここまで下がってると、高齢者でさえここまで下がってるのに、本当に必要なのか、感染対策必要なのかっていうのを、ここのタイミングでやっぱ見ないといけないですよね。鹿児島県が出してるからっていうわけではなくて、すべての県がこうやって出してくれてる中で、鹿児島県でこう、で、他のとこは違うのかって言ったら、他の都道府県でも似たようなパターンになってるわけですよね。そして、こんにちは。しんすけです。今日はですね、鹿児島県が、 上半期のコロナの状況というものを出してきたので、それについて見ていこうかなと思います。鹿児島県は3ヶ月に1回、その県のですね、データを出してくれてるんですけども、今回12月にですね、 今までのデータということで、11月までのデータを出してくれてます。そうすることで、今回このコロナというものが今現状どうなのかっていうものを数値化してね、見ることができるのかなというふうに思いましたので、今回こちらをね、取り上げさせていただきました。 こちらはですね、年代別の死亡者ということで書いております。これは、鹿児島県でコロナで亡くなった人ということで、まあ、こういう形でね、年代で書いてるんですけども、上半期ということになります。七、八、九、十、十一。この五ヶ月間ということでデータを出してくれてるんですけども、それがこちらです。もう、この夏のですね、第七波、そして第八波に入ったかなっていうこのタイミングですね。このタイミングでも亡くなってるのは50歳以上の方だけだということですね。 しかも50代は1人、60代、70代、80代、90代、そしてほとんどが80代以上の方たちというのがこの数字から見てわかるのかなと思うんですね。これはコロナで亡くなったという人たちが合計で131人いましたということで、その中でこういう状況です。もう80%近い人たちが80歳以上なんだってことなんですね。亡くなっている人の約80%以上が80歳以上。もうこういう状況なんですよ。 で、もっとびっくりするのがですね、このコロナで亡くなりましたよっていうね、この表に対してですね、コロナが直接死んだったかどうかっていうことも出してくれてるんですね。そちらを見るとですね、もっと驚くと思うんですけど、それがね、こちらになります。はい、いかがでしょうか。これがですね、コロナで亡くなりましたよという人が73人、それ以外ですよっていう人が58人なんですよ。<laughs> 大体4割ぐらいがコロナじゃなかったということです。ただ、検査をしたら陽性だったからコロナで亡くなったという申請をしてるわけですよね。そういう報告になってるわけです。だけども、蓋を開けてみたらコロナじゃないよねっていう人たちが58人ということで、まあ、かなりっていうか半分まではないんですけども、コロナじゃないという人たちがカウントされてるんだなというふうに思うんですね。これってですね、大阪で7波が終わった後ぐらいに出してくれてるデータとだいぶ近いんですよ。 そして大阪のデータを見る限りはですね、50代以下の人たちですね、50代以下の人たちの死亡に関しては、コロナの直接シーンなんていうのはもう半分もいなかったんですよ。半分どころか、もう4割3割とかもうほんと少ない人数になってたということで、要は年齢が下がればコロナということで亡くなりましたということを言ってるんだけども、直接シーンではなくて、このようなその他の方に入る人たちがほとんどだったということなんですよね。じゃあどうなってるのかっていうと、ここに書いてる通り、そして先ほどのデータを見てもらった通りで、 80代。 90代の人たち、そういう80歳以上の人たちのコロナシーンっていうのが圧倒的に多いんですよ。半分以上、6割とか7割とかね。そういうふうになってきてるんですよ。トータルで見たら、トータルで見たらこういう数字になるわけですね。50歳以下の人たちっていうのはほとんどいない。コロナの直接シーンじゃない。80歳以上の人たちは半分以上がコロナの直接シーン。こういうの全部足してみたらこういう感じになるというふうに捉えてもらっていいのかなって思うぐらい、鹿児島と大阪似てるんですよね。ということはもうそういう傾向になってきてるんじゃない なないいのかなというふうに思うわけですよもはやね、死因がコロナじゃない人たちを死因でカウントしてると、コロナ死でカウントしてるっていうこと自体がもうナンセンスで、全数把握もやめてるのになんでこういうカウントの仕方をやめないのかというところですよね。 ここがちょっと微妙なんですよね。ちゃんと分けてるでしょと。分けてるからその他と、こうやってコロナのシーンって分かってるじゃないかって言うんですけど、だったらもう発表しないでほしいと思うんですよ。コロナシーン73人でしたと。上半期で73人でした。終わりでいいじゃないですか。なのにわざわざ倍近いね、131人とかやって出してるわけでしょ。そうやってコロナで亡くなったんです。今日はコロナで亡くなりましたって言ってるんでしょ。それがおかしいんだっていうことなんですよ。この直接シーンになるだろう。コロナで亡くなってるであろう人たちをカウントする。これが 普通だと僕は思ってるので、未だにこんなことしてるっていうことのおかしさ。これはね、もっと伝えていかないといけないのかなというふうに思ってますね。それからもう一つあるんですよ。亡くなった時にどういう場所で亡くなりましたかっていうことですね。これはね、なかなかデータとしてないんですね。なんかあるところもあるんだろうけども、僕はあんま見てなくて、大阪とか東京とかね、そういうところ、まあ主なとこですけど、そういうところも出していない。まあ広島とかもそうですね、出してないですね。なので、どこで亡くなりましたかっていうところで、鹿児島出してくれてまして、こんな感じになってるんですね。 はい。ほとんどの人が入院中に亡くなったということになってまして、入院をしてるということなんですね。そして、施設で亡くなったっていう人たちが35人ということで、この施設はいろんなパターンがあるんじゃないかなと僕は思ってるんですね。施設で亡くなったってパッと見るとですね、あ、入院できなかったんだ、だから施設で亡くなったんだって思う人多いかもしれないんですけど、そうではなくて、 家族の意向で入院させなかったっていう可能性も十分あるんですよね。施設によってはですね、もう入院させませんというところも実はあって、入院させないっていうのは家族の意向があればですね、入院した時に最後顔を合わせることもできないと、そういう状態になるのが嫌だっていうことで、家族がね、もうちょっといいですと、施設で見てもらえませんかということになった時に、施設で見て、そして施設の中で家族とね、面会をしてもらったりするというようなことをしてる施設もあるんですね。 もちろんね、全国的に見たら少ないんですけども、実際そういうとこもあって、そういうところはですね、家族の方に来てもらう。その代わり、自分たちもそうしてるんだから、他のね、利用者の方たちにもそういう環境を整えますよっていうことを同意してもらってるっていうようなね、もう本当にこう、僕としては素晴らしいなというような施設があって、で、そういう施設の人たちからすればね、入所中というのは、入院させることができなかったではなくて、入院させなかったっていうこともあり得るわけですね。なので、そういうパターンっていうのがあるわけですよ。そういうパターンもある中で、施設で亡くなったっていう人たち 僕はですね、もうぱっうと見て、今の現状を見て、ですね、そういう人たちが多いんじゃないかなと思いますね、入院させられません、できません、だから施設で見とってくださいみたいな感じよりも、どちらかというと、まあ、家族の意向っていうのもあるのかなと、もちろんね、入院できませんっていう人たちも含まれてると思います、ゼロではないと思います、だけども、それよりもっていうところですね、僕が思ってるのは、家族の意向があったんじゃないかなと思ってます、その中でも70%以上の人たちが病院で亡くなってるっていうことは、コロナになって入院できないとかっていう風な話をしてるんだけども、 実際に入院できてるよねっていうことがここでわかるわけですよねひっ迫ひっ迫ひっ迫とかって言う割にはですねまあ、入院っていうのはきっちっとできてるんじゃないかなということだと思うんですよねさらには自宅療養中に亡くなった人それから死亡した後に陽性だった人っていうねまあそういう人たちもいますけども自宅療養の人はまわからないですはい、自宅療養の人は見てみないとわからないんだけどももしかしたら入院ができなかった可能性もありますねそれとか急に悪化をして朝起きてみたら亡くなっていたっていうことですねでこの朝起きてみたら亡くなっていたっていうのが うわーやばいいことだって思うかもしれないんですけど意外とね、あるんですよ。意外とあるっていうのは、もう救急病院の時に、夜間ね、ね夜勤をしてました。夜勤をしてた時に、さあもう終わりだ、みたいな。7時になるじゃないですか。7時になって、ああ終わりだ、もうそろそろ終わりかな。あとちょっとだって、あと踏ん張れば、みたいな時に電話がかかってきて、今朝起きたら、もう冷たくなっている方がいると、話さない方がいるということで搬送しますっていう時があったんですね。そういうことがあって、朝7時に電話があったら7時半ぐらいに到着してますから、7時半ぐらいからもうね、 結局10時ぐらいまでずっと対応するということをやってるっていうのが結構何回もあったんですよね。 ということは、コロナじゃなかったとしても、自宅で亡くなってたっていう人たちはもちろんいて、で、その中で、コロナというものが今回ね、目に見えて分かるわけじゃないですか。で、検査をして分かるわけなので、それで亡くなってるということも考えられるんですよね。でも、そういう話って全然されなくて、僕自身はそれにはね、すごく違和感を持ってたんですけども、まあ、実際にこの自宅療養っていう人たちが、どういう基礎疾患を持ってたのか、どういう形で療養が始まってたのかっていうことが分からない時点で何とも言えないんだけども、もちろんね、さっき言ったみたいに、運ばれなかった、救急搬送させてもら 買えなかったととといいいうううううこここもも十分あありりる話なななのので、まあ、そういうところも踏ままえたたらどかすだ、入院は7割以上の人たちがちゃんとできてるっていうことですね。これを100%にしろっていうことを言うかもしれないんだけども、100%っていうのがどういう形でできるのか、例えば救急搬送でなのか、例えば車で来て診察をして先生が薬を出して返した後に亡くなったのかとかいろんなパターンがあると思うんですね。なので、一概に救急車で搬送してもらえなかったっていうわけではない。そういうふうにはね、捉えておかないといけないのかなと思ってます。 そして、年代別というものがね、今度出てるんですけど、年代別こちらになります。年代別の致死率っていうことで書いてまして、まあ、今年ですね、今年、鹿児島県では30代以下ですね、39歳から下の人が亡くなってる人はいないということになってますね。亡くなってるのは40代以上の人たちということで、もう明確にこれが書かれてるわけですよ。で、40、50、60、70、80、90ということで、この1年間、2022年の1年間は、 39歳以下は亡くなっていない。その中でもですよ。その中で6ヶ月から4歳の子供たちにワクチンを接種を進める。そして5歳から11歳の子供たちのワクチンを始めるっていうような、そういう現状があるっていうことは、 本当にね、まあ、僕としてはおかしいと思ってるんですね。致死率がゼロです。鹿児島県に関してはね。そういう状況の中ですよ。その中でなぜかっていうところは、しっかりとね、聞きたいところではあるんですよ。全国的に見てもって言っても、やっぱりそれは地域的なものもあるかもしれないし、そうやって、まあ、数はね、少ないわけですよね。そういう中でなぜそういう判断をしたのかっていうのは、もう明確に答えていただきたいなというふうに思ってるぐらい、この表はね、答えを出してんじゃないのかなっていうのは個人的に思います。個人的に見てですよ。でも、いろいろね、考え方はあると思いますんで、まあこれ で見ても、いやいやいや、日本ではいるんだから、そうやって接種すべきだろうっていう人もいるかもしれない。まあ、それはね、それぞれの判断だと思うんですけど、僕はそう思ってるということですね。これでね、もし10代とか10歳未満の子が亡くなってましたっていうのが、こうやって出てくるという全部の件ですよ。全部の件出てくれば、まあ、そりゃね、と思うかもしれないんですけども、こうやってね、1個の件とかを見ていくとですね、大体亡くなってる子供っていうのは本当に限定的で、大人に比べたら、高齢者に比べたら圧倒的に少ないというのは事実だし、鹿児島県に至ってはゼロなわけなので、その中でそういう判断をしていくと。で ゼロっていうことはですよ。今までもゼロなんですよ。子供たちが、10歳未満の子供たちが亡くなりましたっていうのは2022年に入ってからなので、そういう症例がこの年にないっていうことはその前もないっていうことです。ということは鹿児島県はいないっていうことですよね。そういうことを考えると判断材料として、鹿児島県としてね、接種券を配るかどうかっていうことも判断すべきだったと思うんですけども、多分してるとこもあると思いますね。市町村でね、配るわけですから、市町村の判断でもう接種券一気に配ってるっていうとこもあるのかなと思いますんで、まあ、そこは慎重に考えて欲しかったなっていうところですね。 Thank you. まあでもこれ見てもらったら、もうほんとね、80、90が圧倒的なんだなっていう風に思うじゃないですか。でも、これ赤と青で全然違うんですよ。赤が1月から6月まで、そして青が7月から11月までなんですよ。第7波と言われるのが、まあ7月から入ってるわけですから、この7月から11月で見たときに、致死率っていうのは圧倒的に下がってますよね。1月から6月の数字、それから青の7月から11月、これ全部、全部、全部下がってるんです。全年代で致死率は下がってるという 現状なんですよ80代とか90代以上なんて1%以上下がってるっていうパターンもあるわけですよね。そうやって見ると、じゃあもう致死率がここまで下がってると高齢者でさえここまで下がってるのに本当に必要なのか感染対策必要なのかっていうのを ここのタイミングでやっぱ見ないといけないですよね。鹿児島県が出してるからっていうわけではなくて、すべての県がこうやって出してくれてる中で、鹿児島県でこう、で、他のとこは違うのかって言ったら、他の都道府県でも似たようなパターンになってるわけですよね。そして財務省が出してる数字も、季節性インフルエンザと比べてるような数字も出してるわけですよ。官僚が出してくれてるようなデータでさえもそういうふうに出してる。その中で、まだ厚生労働省はごねてるという、この状況。これはね、本当にいかがなものかなと僕は思ってるんですね。 で、最後にね、もう一つ見ていただきたいんですけど、それがですね、こちらになります。これですね、鹿児島県で上半期、7月から11月で亡くなった人で、ワクチン接種の歴っていうのを書いてるんですね。その中で、1回目が1人、2回目が6人、3回目が47人、4回目が29人、接種歴なしが26人ということで、 もう接種歴なしと4回目の人数がほぼ一緒というこの現状ですよね。ここ注目してほしいのが、上半期でワクチン接種を3回以上打ってる人たちが亡くなってるのが半分以上だってことなんですよ。これね、衝撃じゃないですか。なんかワクチン打った方がいいですよとかって言ってるんですけど、その中でも3回以上打った人が50%以上っていうことで、これをね、しっかりとね、政府もしくは厚生労働省は見ていかないといけないですよね。も,もちろん鹿児島だけのデータかもしれないんですけども、他の都道府県はどうなん なのかっていうところを見ていかないといけない。僕自身は他の都道府県ちょっとまだ見てないので何とも言えないんですけども、こうやって3回以上打っててもですよ、接種してない人以上になくなってるじゃないかというこの現状ですね。これがワクチン接種がどうこうじゃなくて。 これが数字として都道府県で出てますよと。ね。県が出してくれてますよと。どう考えてるんですかというところですね。そこの部分をしっかりと政府、もしくは厚生労働省は答えていかないといけないのに、その答弁にはすぐ逃げるんですよね。ここがありえないっていうことなんですよ。もっと言うと、接種歴不明の22人を抜かしてしまうとですね、7割の人たちが3回以上打って亡くなってるっていうことになるわけですよね。不明はわからないわけですから、ね。どこにも入れれないわけですから、その人数を抜かすと109人ですよ。109人のうちの何 76人ですから、7割ですよね。まあそういう人たちが3回目以上だったっていうことになるわけですから、ここはどう捉えてんだろうというふうに思いますね。どう捉えて、どう考えて、どういう判断のもと、今ね、ワクチン接種を進めてるんだろうかっていうところ、ここをです、ね、もう本当に答えてもらいたい。ここを国会議員は問い詰めていただきたいぐらいの話なんですね。今こうやってワクチンの後遺症の人たちとか、ワクチンで亡くなったって言われるような人たちを、すごく救済したいって思いで、いろんなね、会みたいなものが上がってるんですけども、そういう中でも、こういう数字が出てるっていうことを、 まず問いただしていただきたいなと僕は思いますしこういうのはですね自治体が出してるってことなんですよ、よなんか一個人が出してるんではなくて都道府県が出してくれてるっていうことでその都道府県の数字をもっとしっかりと出していかないといけない、そうやってしっかりと調べていくとじゃあどういう結果になってるのかっていうことを国民に提示していかないといけないです。 厚生労働省の数字は、もうとことん隠蔽するような数字ばっかり今まで出してきているので、僕はそれを本当に信じられないんですけども、それでもですね、やっぱり厚生労働省ということで、日本人の命を預かるようなね、そういう機関のトップとして、しっかりと数字は出していかないといけないし、それをもとにですね、僕たちと国民は、しっかりと判断していかないといけないですね。本当に必要なのか、必要ないのか、メリットが大きいのか、デメリットが大きいのか、どっちなのかっていうことを判断していく、そういう材料をぜひ作っていただきたいなと思いますんで、僕自身はこういう数字、今回は鹿児島県が出してくれましたけども、 各都道府県でも出してくると思います。特に大阪、広島、和歌山は結構ね、しっかりと出してくるかなっていうふうに思いますので、そういう数字を見ながらですね、判断していただければなと思います。もちろんね、公的機関ですので、そういう数字っていうのが全部嘘っていうわけではないんですよね。一つの参考としてね、見ていくっていうのは重要だと思いますんで、ぜひそういうのを参考にしていただければなと思います。ということでね、今日はこれにしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。 もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。